立憲民主党、国会を止めるなでブームラン。現在、立憲民主党の構成員がツイッターにて、国会を止めるなというハッシュタグを垂れ流しているようでございますが、この立憲民主党、このようにですね、ハッシュタグを、え国会を止めるなとハッシュタグを垂れ流して、え即ブームランが刺さっておりましたけども、 大阪誠治さんも東京新聞の記事を紹介して国会を止めるなと主張されておられますが立憲民主党はですね国会で今年に入って何回デマを流して国会を止めたんでしょうかこういった国会を止める審議拒否だけではなくて新型インフルエンザ等特措法の改正案や補正予算を人質にとってですね 立憲民主党は国会で大暴れしており、それによって政府の対応が妨害されて、国民が、企業が被害を受けるというですね、状態になってしまっております。本当にこの立憲民主党、民主党の残党の皆様、もう存在しているだけで、国民が被害に遭っておりますので、 皆様、今後行われるすべての選挙では、立憲民主党には、立憲民主党の候補者には、絶対に投票しないように。お願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。